はい、どうもこんにちは、かずやです。今回はね、カルボナーラ作っていきたいと思います。家で作りやすいカルボナーラを今日は作ります。外で食べるのって大体卵黄だけとか、まあ生クリームとか入ったりしてると思うんですけど、今日は全卵1個使って、であとは、生クリームも牛乳も使わないで作っていきたいと思います。卵黄だけとかさ、使っちゃうと白身が余っちゃうじゃないですか。結構家だともったいないし、まあちゃんと料理で使えればいいんですけど、まあそういうのももったいないんで、今日は全卵でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。昨日飲みすぎちゃって、もう二日酔いで今までダウンしてたんですけど、まあやっとね、食欲出てきたんで、もう夕方なんですが、作って食べていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、じゃあまずね、ベーコン大体40から 50g 使っていきたいと思います。で、今日はね、チーズ、パルミジャーノレッジャーノを使っていきたいと思います。あの、24ヶ月熟成されたやつです。で、あと、ニンニク、一かけ。と、あとはまあ、オリーブオイルとブラックペッパー。それではね、あとは卵、全卵1個使っていきたいと思います。いや、本当はね、やっぱ2個、3個使いたいっていうのはあるんだけど、もったいないということで、卵1個でやります。で、まずニンニクね、切っていきたいと思います。ニンニクは中の芯を取ってください。で、まあ粗い感じでみじん切りにしていきたいと思います。画面明るすぎるかな、なんかそんな気がしてきた。光当ててないんだけど。はい、粗みじんにニンニクしたので、これはもうフライパンに入れておきましょう。こんぐらいの方が見やすいかな。ちょっと明るさを落としました。じゃ、ベーコンね、まあ 40g から 50g ぐらいでやっていきますかね。50g で切ったつもりでしたが、62g でしたね。ちょっと多いんですけど、まあ、ちょっと油とかも多いんでね、ここ今日はもうこれで作っちゃいます。で、ベーコンはね、細切りにしていきます。パンチェッタとかグアンチャーレがあったらいいんですけど、今日はね、車運転しなきゃいけないんで酒は飲みません。はい、ではね、卵入れていきましょう。で、ここでよく混ぜてください。卵、まあ、ちょっと泡立てる感じでよく混ぜた後に、あのチーズを入れていきます。まあ、よく混ぜるとちょっとふわっとした感じに仕上がるので。で、次チーズ。非常に硬い。あー、開かない。まあ、実際ね、ペコリノロマーノでもグラナパダーノでも、まあ、好きなチーズで大丈夫です。で、これは 30g 入れます。 30g ってね、結構な量なんですよ。疲れた。 30g のチーズってなかなか疲れるんですよ。こんな感じ、もうチーズの海で、これチーズケチっちゃうと本当にもう卵とチーズぐらいしか入れてないんで、味がぼやけちゃうんですよね。さっくりと混ぜ合わせていただければと思います。そしたら火をつけていきます。まあ、パスタ茹で用ですね。だいたい塩加減は水の量に対して 1.2% の塩を入れてます。まあ、ちょっと飲むとき普通にしょっぱいなって思うぐらいなので、そんぐらい入れてください。それではね、ニンニク入れたフライパンにピュアオリーブオイル入れていきます。大さじ1ぐらいかな、入れていただければと思います。ベーコンも入れちゃいましょうか。ベーコンとニンニクは弱火でじっくりと炒めていきます。ベーコンからも油出したいので、まあ、あんまり触らず、もうゆっくりとゆっくりと火入れていく感じで大丈夫です。そうだ、この卵とチーズの中にブラックペッパー入れておきましょう。はい、OK。で、今回使うパスタは 100g 使っていきます。 1.7mm のパスタを使っていきます。まあ、なるべくその太いパスタが、まあ、1.8 とか、それがちょうどいいかなとカルボナーラには思います。じゃあベーコンね、いい感じにカリカリ
してきたので、こんくらいになったらもう火止めちゃって大丈夫です。そしたらね、パスタ入れていきたいと思います。今日は 1.7 ミリの、まあ、9分茹でのパスタなんですけど、まあ、カルボナーラあのフライパンで最後仕上げるので1分ぐらい表記時間より短く揚げていただければと思います。特にカルボナーラ冷えたら美味しくないんで、こんな感じであのお皿をね温めておいてください。で今回あのこっちとこっち時間差にしたんですよ。まあ、何でかというと同時進行にしちゃうとこっちのフライパンが熱々の状態でパスタが茹で上がることになるんですよ。そうなっちゃうとパスタ入れて卵の液入れたら卵の液が固まっちゃうんですね。まあ、白身も今回入れてるんで、白身って65度ぐらいだったかな、あんまり覚えてないんですけど、まあ、それぐらいで固まり始めちゃうんで、それを防ぐために時間置きました。はい、じゃパスタが茹で上がったので入れていきます。なんか麺多いかな。で一回ニンニクとベーコンの旨味をパスタにまとわせるって感じで、まだ火つけてないです。で、茹で汁は捨てないでください。調整するので。あ、忘れてた。こっちの卵の液に大さじ1杯茹で汁入れてください。はい、それではね、液入れていきまーす。で、火つけてって。ちょっと1杯汁追加。こっちじゃないや。ドロッと固まるまで混ぜ続けます。まあ、このね判断、これぐらいでもういいでしょっていう判断は本当慣れなのでちょっと難しいです。ここはもうちょい、もうちょっと、今ちょっとまだシャバいので、オッケー、わかりますかね、これこんな感じでちょっとドロッとしてる感じになればオッケーです。で、まあ、一応ここでもう味見ねしてください。若干塩、最後に追いチーズ、で、追いチーズしたら追いブラックペッパー、ちょっと粗めです。はい、完成しました。それでは早速食べていきたいと思います。いい濃度ですね。いただきます。めっちゃくちゃうまいな。まあ、チーズいっぱい入れてるからパルミジャーノレッジャーノ、すんごいもうチーズがすごい。で、ほんと全卵だけどコクがすごいね。家で気軽に作れるって言ったけど、ほんとにお店で出てきても何の違和感もない。いや本当にこれね、みんなに作ってほしい。全卵1個で作ったんですけど、まあ、また今度ねレストランとかで出てくるようなカルボナーラ、本当に卵黄だけ使って、まあ、生クリーム使うかどうかは分かんないんですけど、まあ、そっちの方もね作っていきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。でそれではね、今日はこの辺で締めたいと思います。カルボナーラ美味しそうだと思った方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではね、また次回お会いしましょう。バイバーイ。